こんにちは、オッケー先生です。今回も旅人山その中でも追いつき算の授業です。今回もオッケーを使って解きましょう。今回の問題はこちら。まず、問いち。分速80メートルで歩く人と分速50メートルで歩く人が同じ地点から同時に同じ方向に歩き出しました。 5分後には何メートル離れていますかまず状況確認。追いつき算は2人が同じ方向に進んでいる時に使う。まずは2人の距離が縮まるとき。追いついた。同じ方向だね。次に2人がだんだん遠ざかるとき。これも同じ方向。 今回の問題はこれ。同じ方向で二人が離れていく。追いつき算だ。では、OK で解きましょう。これが OK。追いつき算は数字と単位がどこに入るか決まってる。速さの OK。木は時間の木と葉の横に差をつければいい。気差は 人「はさ」は「2人の,進んだ距離の差差は2人の速さ」の「差じ」は「時,は時間」「2人が追いかけっこやってる時間」で右下は「1」覚え方は「喫茶挟んじゃ!」って覚えてください「喫茶店が破産しちゃった」で問題文の数字と単位を入れていく。 まず、はさ。二人の速さの差。八十引く五十で三十。この毎分三十メートルをはさに入れる。時間は五分。時に入れる。きさ。二人が歩いた距離の差はわからない。何メートルをきさに入れる。 これで全て埋まった横のルールを確認横は単位が揃うはさ速さの2つの単位斜め線の上は上と単位が同じ同じだね斜め線の下は下と単位が同じよって1の単位が分となり上も下も単位が揃う OK、完成右下と何メートルを手で隠して残った数字が斜めに並ぶ斜めはかける 30×5 で150何メートルが150メートルと分かる答え150メートル問いに 300メートル先を分速65メートルで遠ざかっていく人がいます。分速90メートルで追いかけると何分で追いつきますかまず状況確認。二人が追いかけっこしている。同じ方向に進んでる。追いつき算だね。喫茶挟んじゃーで問題文の数字と単位を入れていく。 まずはさ2人の速さの差9 0六6 5で25この毎分 25m をはさに入れる次きさ2人が進んだ距離の差分速 90m の人は追いつくまでに分速 65m の人より 300m 多く進んだ に入れる時間はわからない。何分を字に入れる。これですべて埋まった。横のルールを確認。横は単位が揃う。はさ。速さの2つの単位。斜め線の上は上と単位が同じ。同じだね。斜め線の下は 下と単位が同じ。よって1の単位が分となり、上も下も単位が揃う。OK、完成。右下と何分を手で隠して、残った数字が横に並ぶ。横は割る。300割る25で12。 何分が十二分とわかる。答え十二分。土肥さん。分速百二十メートルで進む姉が。七百五十メートル離れた地点から。遠ざかっていく妹を追いかけて。十五分で追いつきました。妹の速さは。分速何メートルですか。 まず状況確認2人が追いかけっこしてる同じ方向に進んでる追いつき算だね喫茶挟んじゃーで問題文の数字と単位を入れるまず喫茶2人の進んだ距離の差 750m を入れる時間 二人が追いかけっこしてた時間は15分。字に入れる。で、刃さ。二人の速さの差。これ、わからない。速さは姉しかわかってないからね。分速、星メートルを刃さに入れる。これですべて埋まった。横のルールを確認。 横は単位が揃うさ速さの2つの単位斜め線の上は上と単位が同じ同じだね斜め線の下は下と単位が同じよって1の単位が分となり上も下も単位が揃う。オう OK 完成右下と分速 星メートルを手で隠して残った数字が縦に並ぶ縦は割る750割る15で50星メートル毎分が50メートル毎分とわかる星はそのまま答えにしちゃダメ星はハサ2人の速さの差を表している 姉の速さ分速さ分それよりはさの分速 50m だけ遅いのが妹。よって120-50で70。答え分速 70m。はいこれで今回の授業は終わりです。OK があれば何でも解けるね。 この調子でどんどん中学受験算数を進めていってください。それでは次の動画でお会いしましょう。